岩ニガナクリサンセマムキクカは、皮脂植物新生創始葉類に属する一、分類群である。最も進化し、最も分化している植物とされている。双本、または木本、キク、タンポポのように小さな花がたくさん集まり、さらにそれが一個の花に見える点が、形態上の主な特徴である。このような花の形状を登場過剰という。また、その基部の、 額のように見える部分を双方辺と称す。頭場過剰を作る小花には、筒状花と絶状花の2種類がある。母子草は前者のみで花ができており、タンポポは後者のみで構成される。ひまわりの花では、周囲を絶状下、中央を筒状花が占める。普通、花が筒状花のみまたは周囲に絶状花を持つ、菊赤と絶状花のみからなり。 形容に乳液を含むタンポポ赤とに分類される。菊赤をさらに数赤に分けることもある。世界ではおよそ950属2万種。日本では約70属360種の菊花植物が知られており、地球上のほとんどの地域で生育可能である。またそのため、菊花には多くの栽培植物、菊花植物が存在している。 菊花の植物に公平遺伝性があるものが多い。古典的には、菊赤アスターイリシン、カーダイリとタンポポ赤シカーリーイリに分けられていたが、後者は側系統であり、いくつかの赤に分割された。オステオスペルマム12の赤に分類される。ただしそのうち4の赤が99%の種を含む、原始的なものから順に以下の通り、1連のみ、3連からなる。 九連と連未定の三族からなる。二十一連からなる。ありがとうございます。